せいたしました。火事です。やばい、風が吹いて申し訳ない。皆さん、よし、お待たせ。ということで始まりました。こんばんは。家事一筋、ありがとう。嬉しいね。ということで、本日イベント最終日です。そして10時までになります。ありがとう。頑張ってね。そうね、先輩。そうね、そうなんだよね。梶島先輩なんですか。ちゃんと先輩になれるように頑張りたいと思います。まだツイートもちゃんとできてないな。やばい、イベントが。2期に残れてよかった、本当に。プープー。ということで本日ですね、新メンバー途中報告会というイベントに出させていただいてましてですね、まあ、私たちのイベントだったんですけど、どうでしたか。来てくださった方、ショールーム見てくださった方いらっしゃいましたかね。今そのイベントが終わって、ちょっとあるところに来てますが、こんばんは。イベント最後なんです。最終日、ありがとう。みんな、ありがとう。どうでしたか。それは見た方はね、はあ、わあ、ちょっとイベント本当にやばいんだね。今回のイベントでちょっと連日ねショールームを配信してたもんで、声が結構枯れてきちゃってて、ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、最後まで見ないでくださいませ。お願いします。嬉しいね。だから家事好きだよって言ってくれるじゃん。みんなありがとう、ありがとうございます。さっきはけっちゃうわ、声いっぱい出しちゃったよっていう。でも今回すごく時間の制限がなかったので、できる時にたくさんやらせていただいて、そして見てくださって、はい、ありがとうございます。皆さん、家事は声から分かんなかった。よかった、それよかった。気づかれちゃうかドキドキしてました。はあ、みんな本当にありがとうね。今回のイベントもたくさん応援してくれて、でもまだまだ終わってないんです。まだ希望はあると梶島は
諦めていません。諦めは悪いんです。まだ終わってない。よし頑張ります。ちょっと待って、ゆうきくん、ちかぺちゃんの星の方じゃないですが、ちょっと待って、本当にありがとう。ごめん、今近くにティッシュしかない。ごめん、ティッシュあげる。そしたらありがとうございます。ティッシュしかないな、やばい。ありがとう、本当に賑やかになるね。今日で9人体制が決まりました。やばいです。アプガニキに新しい仲間が増えました。ちょっとカジマ焦ってたりするけど、ちょっと焦るよやっぱり。みんなこれからもカジをよろしくね。50カジ完了、ありがとう、感謝しかない、ありがとう。安心してくれることへの俺だって嬉しい、ありがとうございます。あー、勇気券からもらいました。みんな言われる、お笑い枠持ってかれたって。私そんなにお笑い枠なんだ。ちょっと誰か家事には家事の良さがあるよって言って。私結構今日めっちゃ握手会で言われたんよ。家事の頑張って居場所確率的により頑張ります。マジやばい、結構序盤からいるメンバーなんだけどな。頑張るね、じゃあ顔が丸いとこが好きやった。はあ、頑張る。ちょっと待って、だるま枠とのり枠って何やっけ。何よそれ、ほんじゃなんじゃ。カジマくんは好きだよだって、カジのこと好きだから。ありがとうありがとう、ごめん、ごめん、ちょっと甘やかしされちゃった、ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと私がね、ちょっとね、そう、頑張ります。鹿島は、いやでも鹿島だからな、本当にちょっとね、そうね、まあまあまあ、めまいなんで、これが他のグループだったらちょっともっと問題だけど、めまいしね、アプガネキのために。いやもう鹿島は鹿島頑張る。ちょっと待って、抜けてるところ、抜けてないわ、抜けてない、抜けてない、超しっかりもんだよ。あ、やばいな、あやばいやばいやばい。ただいま順位が5位なんですけども、みんなさん、みんなさんありがとう、星とか投げてくれて、最後まで頑張ります。ちょげてないよ、ちょげてない、火事だよ、火事だよ。それ見て以来好きになった、根性に惚れてきたって。やばいやばい、ありがとう。なんかみんな褒め出した、私のこと。ごめんごめん、恥ずかしいからいいや、もうありがと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 う。チョキジーなんて、チョキジーって何やねん。50ありがとうございます。爬虫類カフェに行く感じ見えるかなと。爬虫類カフェ、離れコーナーの人です。ただいま今の最終日なんです。ドキドキしてます。あやったらしい、やばい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 、みんなやめてくれやめてくれやめてくれ、恥ずかしいだろうか。
やば、オーディションの結果出たからいいけど、ショールームで変なことする子が多かったのは火事の影響。それはね、ある。私が離れコーダーとかで始めちゃったからだよね、きっと。やべ、アプガネギの印象ってやっぱ離れコーダーが強かったりするのかな。やばい、それはやばい。2期はオーダーアイドルで突き進んでるんで。あやパイタンって何？ありがとう、お久しぶり。カジマくんまた会おうな、なんて。待ってるよ、待ってる、待ってるよ、本当にありがとう。いや、めっちゃ刺激になってます。即戦力だからね。マジで人気が絶対いいグループになるっていうのが目に見えたね、今ね。今日でアプガニキがもっと勢いがつきました。最高かよ。楽しみ、これからのアプガニキにも注目しててね。クマ来た、わわわ、待って、ありがとう、マジでありがとう、おいちゃん、ありがとうございます。クマ、ごめん、ティッシュしかないのよ、だから今ティッシュしかないの、ごめん、ティッシュしかない、ティッシュしか、ティッシュしかないの、ティッシュしかないんだけど、いいかしら。ありがとう、マジでありがとう。いやいや、そうですね、今日はカリ姉さんにオープニングアクトをお願いしてしたんです。姉さんにも力を貸していただきます。一生懸命絡まった結果が離れこうだってのがもうちょっと伝わってたら欲しかったかも。そうなぁ、ゆりさんありがとう。それはいや本当に、でもね、歌詞全然別に面白くないからさ、離れこうだって言うけど、そんな言うほど。そうなんだよね、私もアプガニキに応募してくれたのは本当に嬉しかった。ありがとう、自信持つ、自信持つ、ありがとう、みんなの鍵やで、いつも。あーさあ、めっちゃ縮まってる、ありがとう。なんとかこの勢いで最後までいけるかな。自分のやるべきことをやるんだな、それが一番だな。なんかそういう思い配信になってきた。いやー、こうやって私は毎日ショールームを配信してアプガ人気のこと、少しでも一日アプガ人気のことが思い出してとか、一日一回でもね、頭の片隅、頭の片隅にアプガ人気がちょっとでもいてくれたら嬉しいなって思って、毎日そういう気持ちがあるからショールームができてて、アプガニキを広めたいし、アプガニキをもっと大きくしたいからこそ参加するイベント、本当にこれもこう思わせてくれてるのは皆さんのおかげであって、本当に嬉しいです、ありがとうございます。さっちゃんは出るぞ、多分カジシマきっかけだって、ありがとう、本当に。何にも実際こう生活面とかさ、
みんなも知ってると思うけど、私は本当に何もできなくて。いや、本当に何もできないよ。私生活も、キャラプランだし。そんな風島でも、押してくれるのが嬉しいし、まあ、推しじゃなくったって、まずこのショールームを見てくれてるのがすごく嬉しくって。そしてこうやって新メンバーが加わって、アップガリキも、強くなる道を突き進んでると思います。素敵な子が応募してくれて、たくさんの子がアップガリキになりたいって言ってくれて。だから、私は受けてくれた子たちの分ももちろんだし、受かった子と一緒に、今いるメンバーと一緒に9人でね、この道を私は歩んでいきたいです。マジで本当に命かけてるレベルだからね。本当に頑張ります。今日は靴履くの忘れるしさ、本当いろんなこと失敗いっぱいするしからさ、私そんな感じでもメンバーは許してくれるし、みんなそんな何もできない私にもみんなが頑張れって言ってくれるから頑張れてます。ありがとうございました。本当に本当まだまだ未熟な鹿島なんですけど、これからも頑張らせていただきたいです。忘れ物をなくすがちょっと最近またできてなくて、この間はすごい大切なちょっと教科書を持ってて、その教科書を楽屋に置いてって、今いるマネージャーさんに昨日渡されました。私は今日のそれを恐怖のラインと呼んでます。忘れ物ラインです。本当にもうどっちやるって言ったこと全然できてない。アダプターも見つかりました。マネージャーさんが持っててくれました。本当にもう忘れ物多い。私は本当何かやりたい、何かにいっぱい挑戦するんだけど、できないことが多いから自分に甘くてね、また何かに挑戦するかもしれない、失敗に終わるかもしれないけど、皆さんいいですか。それでも後輩もできてるのに、後輩に立ち位置聞いてる私はやばいぞ。頑張ろう。頑張ります。本当に。後輩に教えられない。それもうそんなだったら後半に一気にポって抜かれちゃうんだろうな。マジで頑張ります。梶島まだまだ頑張りが足りないから頑張ります。花ぷん、いつも本当にありがとうございます。ああ差が開く、やばい。そうやね、後輩に抜かれなきついけど、いやそうやね、もうでもほんと優秀な人材だから、まあ、後輩抜かれる抜かれないよりも私はアップガリキが売れたい、それが一番本当に。ありがとうみんな、こ
こんな、ほんとこんな梶島なんですけど、これからもよろしくお願いします。梶島は梶島なりに頑張りますので。そしてこのイベントも最後まで頑張ります。アブガニキに何ができるのか、梶島はやっぱり何か挑戦するしないと、多分私普通の人だから何かに挑戦、自分から挑まないとやっぱり道は開けないと思うから、頑張るね。でもやっぱり最後まで諦めたくないので、こんなチャンス二度とないかもしれんしな。ありがとう、ありがとう。みんな声枯れちゃったけど伝わったかな。バザーバザー精神は私は初期から変わってないです。ずっと心にあるし、ずっと心にあるのは初心を忘れない、昔の自分を思い出す、昔の自分、昔の自分を思い出すのは私にとってはすごく大事なことだと思ってて、いっぱいいるアイドルの中から梶島をこうやって見つけてくれた人、奇跡やもんな。多分今初めて見た方もいらっしゃると思うんだけど、そうやって見てくれた人も本当に奇跡やんな。な。カジと一緒にみんな楽しい人生を歩もうね。初心に戻った、引き込み力ある、ある、ある、私あるんか分からんわ。ウィンナーカレーは新曲のタイトルとかけたのかけてない、かけてないですよ、かけてないよ、たまたまやで、たまたま。嬉しい、ありがとう。カジ頑張るわ、これからも。はあ、やばい、頑張ります。そしてこのイベントも頑張ります。皆さん今持ってる星だったりカウントだったりお願いします。今5位です。3位までに入ると次のステップに進めるんです。お願いします。今何時だろう、時計がない。